哺乳類の動物の発生の過程において形成される、腹子と溶水を包む肺膜の一つ。小膜とともに胎児を包むが、直接に胎児を包むのがこちらである。外肺を起源とする。溶膜の腹子側の空洞は、溶膜空と呼ばれ、溶水によって満たされている。溶水は腹子と溶膜との付着を防ぎ、腹子の運動を可能にしている。分娩時には、 発線を起こし、腹子の弁失を助ける。葉膜は、子宮と胎盤の最内層を覆う半透明の薄い膜で胎盤胎児側を呼び、最体の外周を包む。葉膜上皮組織とその下の規定膜、コラーゲンに富む、無血管性の実質組織から構成される。葉膜は、物理的に非常に薄い上に透明性が高いにも、かかわらず、柔軟かつ丈夫である。 一方で、母体と胎児という異物の間に介在しているという、性質から、生理的にも、移植の際に拒絶反応が起こりにくく、抗炎症作用、はじめ修復促進作用を持つとされている。蒸気の特徴から、皮膚熱症後の皮膚や、ヘソヘルニアの修復、人工膣、腹部手術の際の癒着防止等で用いられるのみならず、近年再生医療においても、 角膜、食道、気管、血管、皮膚、鼓膜などの再生に黄膜が用いられている。特に難治性がん表面疾患における角膜移植では移植の際の気質として用いられ現在のところ良好な成績を上げている。ありがとうございます。